いきます。皆さんこんにちは。どうも、お元気ですか？お元気ですか？アディオスコットです。ジュンです。そしてリアリコチャンネルのチャニーです。ザディとママです。で今回はね、ちょっとこのノリ、フです。このノリ、iPhone です。はい、まあ、今回はね、まあ、家族で昼飯にイギリスのパブ行くんですけど、なんかそこで今回話したいことがあるんですよ。最近ヨーロッパとかで旅行の問題とかで僕たちも経験してるんですよ、そういうの。だから今回はね、ちょっとヨーロッパの旅行について、そしてさらにイタリアにも行くつもりだから、そういうことについて、うん、心構えあるでしょ、ね、ストーリーとか。 Do you have any stories? When I was young, like traveling in Europe. Yeah, that's more. For me, it was fine. Yeah. Yeah. Actually, for me, when I flew from Birmingham to Barcelona, it was no problem. The fast track security queue was full of people, like with kids and screaming babies and things. And the normal security queue, I just went straight through. So it was great. Daddy は問題なかったそうです。でも僕とママは問題がめちゃくちゃあったので、まあまあ皆さん動画の最後まで見てください。知りたかった、あのヨーロッパ旅行する方も気をつけて旅行してください。はい、これからパブに行ってイギリスの料理食べまーす。はい、はあ、まあ僕らの家族が、まあ僕の家族が住んでるここの家はね、結構田舎なんですよ。だから車で移動して、ああ、車で How long is it drive to the pub? 20 minutes? 20分ぐらいでパブに着くそうです。結構ね、あの外に席があって綺麗なパブらしいので、いい席ゲットできることを願ってます。でね、昨日一応お父さんと話したんだけど、あのバルセロナとかにいるときはめっちゃ歩くんですよ。だけど、もうママも思うと思うんだけど、バルセロナにいるときはめっちゃ歩くんですよ。イギリスにいるときは、あの、まあ、田舎に住んでるっていう理由もあるけど、車をめっちゃ使うんでしょ。うん、もう、あの、歩くことめったにない。 You like walking? Yeah. You talked about it, no? Barcelona, you walk a lot more. 本当ね。だって僕バルセロナにいるときは徒歩40分以下だったら歩くの。バルセロナ美味しい。 I think if you lived in London it would be the same. Yeah, probably. Yeah.うん、ロンドンも多分そうだと思う。まあ、今向かってるあのパブは Do we have our own cabin? Yeah. なんか個室小屋個室の小屋の中で、ね、本当の小屋の中で食べれるらしいです。でなんかね、イギリス数ヶ月ぶりに来たんだけど、夏ってね、僕最初の2日間めっちゃ寒かったんですよ。だけど今日は快適で、なんかアップ&ダウンって感じがする。Like the first 2 days of England was freezing. I caught a cold. I'm gonna see it soon. Yep. Oh yeah. 見えてきました。おしゃれですね。ほら、Top of Wood。で、外にも席があって、このようにハットがあるんですよ。中に席がある。これが僕たちのアクラ。Wow, that's nice.メニューこんな感じで、メインコースもあるんだけど、多分今回はね、こちらスナックメニューでサンドイッチ頼みます。Well, last time I had brie bacon and tomato sandwich. Okay. And it was really good. So you should make a note of that. People will find it interesting. So this is a freshly battered fish finger and tartar sauce sandwich. Freshly battered fish finger and tartar sauce sandwich. 日本語どうやって説明する？はい、さあ皆さん、ここからちょっとまったりトークの開始なんですけど、あのヨーロッパ最近ニュースにもなってて、国境とかが全部開いたじゃん。だから旅行者とかもめっちゃ増えてて、なんか空港が人数増えすぎたり、そういう問題がいっぱいあるんですよ。で僕もここ来る時に問題があって、ママもイタリア、イタリア行く時とか、うん、ニュースにすごいなっていたので、イギリスのフライトじゃなくて空港に、空港がもうカオスだって言って、6月の半ばぐらいからもうすでに夏休みっていうか、夏になって旅行する人が増えたんですよね、うん、コロナ中にあの人が旅行する人が少なかったから、うん、従業員を減らしたんですよ、うん、でそれに今全部空いて旅行者が増えたから、うん、働いてる人が足りてない、うん、全然足りてないっていう問題があって、僕ここに来る時にあのオンラインでチェックインして、あの荷物を置くだけやりしたかったんですよ。だけどもう100人200人ぐらいやってる中で、従業員がおばちゃん1人だけ、
でも働き方もちょっとなんか適当で、うん、それで僕も2時間前ぐらいに空港着いたんだけど、うん、最後はもうゲートまで走んないといけなかった。なんか順途中で電話してきて、ママ、あの僕プレミアムあるよねって言ってね。そうで、わかると思うけどどうしたのって言ったら、自動チェックインができなかったんだよね、順、うん、のでであの今写真写ってると思うんだけど列がやばかった。もうその列に並んでたら確実に飛行機に乗れなかった、うん、僕ここ数ヶ月間あのサイトとかでカード使えない状態になってるので、ちょっと飛行機の券はお母さんに買ってもらって、うん、後で金は返すんだけど大変でした。イギリスは本当に空港がカオス状態って聞いていて、ね、ダディ、well, you told me that we needed to, we probably better to go to the airport like 3 hours before, not 2 hours before. So we got there 3 hours before. Yeah. Yeah. We were too early. The check-in counter wasn't open. The check-in, we could do online check-in, but I couldn't do online check-in because I'm Japanese. I don't know, for some reason, they don't allow me to check-in online. This is from Birmingham to Barcelona or both ways? Birmingham to Barcelona. Okay. Okay. And that's why we needed to line up for the check-in or check-in process. Yeah. Yeah. And we waited for like 40 minutes until the counters open. Okay. And we're the like second one. The one family was there already like 3 hours before.And we're the second one. And after 40 minutes, the queue was like long, 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 like 5 hours long queue. But the check-in counter, there's only one person working. That's crazy. That's why I think that the end of the queue, I don't think they make it. Because there's no way that they can handle. So there's a staff shortage. Mm. Yeah.そしたらセキュリティもすごい人なの。セキュリティチェック、チェックイン、セキュリティチェック、荷物チェックもすごい人で、でもまあ私たちは子供が多かったから、あなたたちこっちに行っていいよっていうことで、あの人があまりいないところに行かせてもらえたのね。でそこに行って、まあ老人とか子供がいる人とかがそこの Q なのね。荷物を通したら、ママ、リ、リコ、リア、カイ、4人のバッグがもう一回チェックに回されたのね。Because nobody empties their bags when they come home. I mean, like, Rico had like, you know, orange juice. 他の家族はカオスなんですよ。何が入ってたの？あの、私のカバンは良かったの、別に。私のカバンはリコのカバンと一緒だったから通されたみたいなんで、ママのカバンは Your bag is OK って言われて、リコのカバンの中に出るわ出るわ、なんかあの茶色くなったオレンジジュースいつなって聞いたら、いや去年バルセロナ行った時かもとかで、バッグの底ですよ。でそのバッグね、いつもいつもあの土曜日に日本人学校行くんですけど、毎週それ使うバッグなの汚な。それにオレンジジュースと水のボトルが入ってた。汚いっていうか、ハサミとか入ってない。ハサミとか入ってない。ハサミはちゃんと出したらしいのね。それを出さないんだ。知らなかった。 No scissors, but there's a one-year-old orange juice. Yeah. No, well, usually it's scissors. Yeah, but they knew that they couldn't bring the scissors, so they took it out. But they didn't take it out the orange juice. One-year-old orange juice. もう本当になんか茶色で、それも半分飲んでて、やばいよ本当に。なんかあのバイオハザードって感じ。僕のここに来る時のストーリー話、うん、いいよ。まず空港に、ママがちょっと警戒してて、うん、ちょっと早めに行った方がいいよって言われたから、うん、僕ああじゃあ2時間半ぐらい前に着こうって思って、うん、2時間半ぐらい前に着こうって思って出たんですよ、うん、だけど僕ホテルに荷物があって、うん、あの賢三の家に僕のパソコンを置いてたの忘れたの、うん、で賢三の家に行ったら賢三の家に誰もいないの、うん、で賢三電話してあ上にいるよってなってめっちゃ急ぎになって2時間前に空港に着きました、うん、で200人ぐらい列並んでます、うん、でセルフチェックインのところも200人ぐらいいて従業員が1人です。でなぜかあのセルフチェックインのところはパスポート見せてボーディングパス見せてなんかチケットが出てきて、そのチケットをスーツケースにペタッてやって自分で置くというところなんですけど、僕の場所パスポートやってもこのナショナリティはサポートされてませんというかね。
That happened to you as well, right? Yeah, I had the same problem, and the lady at we were already checked in. Yeah, me too. Well, my passport was recognized the first two times, but it said unable to proceed. Because you're not EU member. No, she just said because of nationality, and yeah, my nationality is United Kingdom. What? Maybe it's something to do with EU Brexit. It's pretty weird. I mean, I just went. She said I had to join the huge check-in queue just to drop bags. I thought no way. So I just went to the premium check-in desk and I said, look, I'm traveling with four kids. I'm already checked in. Here's my boarding passes. Can you please take the bags? And she said, okay. Here, in the middle. Looks good. When I have green bacon or crisp, thank you. They don't have anything else on the table. 食べ物来ました、イエーイ。まあ先ほど言ってた通り、あのなぜか僕とお父さんのイギリスのパスポートだけスキャンしてもダメって言われて、5時間ぐらい待つ長い列に行けって言われたんですよ。で僕はラッキーなところプレミアム入ってたので短い列並べてたんですけど、長い列の方並んでたら確実に、遅れてました。でその後、まあこれからまああと30分1時間ぐらいあるから、あマック行こうってなったんだよ。これあの空港とか旅行問題じゃないよ、マックの問題です。マックで4品頼みました。これ本当に謎だよね。謎本当に、チキンバーガー、マックシェイクフライズ、チキンナゲット、水頼みました。何が来たと思いますか？ビッグマック、チーズバーガー、普通のポテトフライ、水、4つ中1つしか合ってなかったんですよ。でそれでマックの食べ物を返して、すいません何にも合ってませんよって言って返したら、また20分ぐらい待たされて食べ物来たから、もうその状態はもう走んないと飛行機間に合わなかったから、もうめっちゃ早く食べて最初女の人が来て、あそうそうそうあのマネージャーって白い服着てるんですよ。そのマネージャーの女の人に、すいませんめっちゃ間違ってるんですけどって言って、女の人がやば、めっちゃ間違ってちゃんって言って、僕のチケットと食べ物を取って奥に行ったんですよ。その後10分待って奥に行ったら女の人いないの、消えてるの、探してもいないの。だからその後10分また待って、男の人のマネージャーに話しかけたら、お前チケットはどこって聞かれたんですよ。で女のマネージャーが持ってって消えたんだけどまあマックのところはあんま関係ないんだけど、ただのマック、まあでもそれ関係あるかもしれないよ、人が大量にいたから。だってもう遅れてる人めっちゃいっぱいいたの、僕だけじゃなかったの、注文が遅れてる人もいっぱいいて、多分それもマックの従業員が足りなくて、客がめっちゃ多いからなんか揉めてたかもしれない。だから今ヨーロッパ旅するのは結構パニクります。そうリスクが高いかもしれない。だからイタリア行く時もちょっと気をつけないといけない、僕たち。アディオスカット。そうだね、カップフードごちそうさまでした。あとね、ちょっと今からヨーロッパの旅行のカオス状態を話した直後に言うのはあれなんですけど、イギリスの綺麗なところを見せに行きたいと思います。引かれないように渡って。たらー。こういうのがね、いろんなところにあるんですよ、本当に。よくね、家族とこういうとこ来るときは、あそこ歩いて、なんか20分ぐらい歩いて。こういうのがもうめっちゃ、ほら、アヒルもいる。イギリス来てみてください。今旅行カオスだけど。はい、あのようにたくさんの現地の人もここの道を歩いて家族と散歩とかしたりするんですよ。綺麗なところもあります。じゃあロンドンまで歩いていこうか。っていうのは冗談で。じゃあ皆さん家に着いたんですけど、今回のちょっとまったりした動画見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。僕はねあと1週間ぐらいこのイギリスの家に家族といるので、どういう動画作ってほしいかリクエストあればね、コメント欄で教えてください。それではまた次回。 321 Adios